はい、皆さんこんばんにちは、佐藤健です。今回はアイドリッシュセブンリバーレの桃の髪型を再現していきます。桃の髪型ですが、アイナナの中だったらまずぶっちぎり、他の作品を入れてもかなり難しい方の髪型になると思います。というのも髪の色がなかなか3次元で難しい出方をしているので、頑張って作っていこうと思います。ベースはこちらのやや黄色みがかった白のウィッグを使っていきます。この黄色みがかったやつを選んだのは理由があるので、後でまた説明します。カラーする前にシャンプーをして表面のコーティングを落としておきます。はじめにブロッキングからしていきます。かなりパニックになるブロッキングなので、図も交えながらで説明します。まずはつむじの部分に細い毛束を2本分け取っておきます。つむじの毛束以外はかなり横広のスライシングという取り方をして、平たい毛束をこちらも取っていきます。あんまりたくさんあるとバランスが取りづらくなるので、僕は左側、前の左側で4本今回作っております。表面の毛を重ねて根元が隠せるかだけ確認しておいてください。右側はこのくらいの位置に3本入れてあります。後ろに関してはバランスを見ながらで5、6本入れてあるので、だいたい12、3本分けてあるかなと思います。これだけだったらそんなに難しく感じないんですが、ももちゃんインナーカラーもあるんですよね。顔周りは少し幅を少なめにとって、サイドと襟足は結構がっつり広めのインナーカラーを作っていきます。こんな感じになってますね。で、インナーになる部分もこちらもゴムでくくって分け取っておきます。これでひとまずブロッキングが終わりです。てっぺんの毛束を裏側に通すために、毛束の真下に少しだけ切り込みを入れておきます。で、ウィッグ自体をひっくり返して、ネットの隙間から出せる下の方の毛束はそのまま出して、トップの方の毛束は先ほど開けた切り込みから毛束を出しておきます。ゴムで止まっている毛束をまとめて、今持っているところが白く残すところ、下がネイビーにするところですね。続いてカラーをしていきます。今回はネイビーブルー、ブラック、ブルー、この3つを使って染めていきます。鍋のお湯の中に塩と促進剤、ネイビーブルー、ブラックはほぼ全部入ってます。ブルーだけ少し少なめに入れてあります。こちらをよく混ぜておきます。で、先ほどゴムで結んでいた毛束以外を鍋の中に入れてネイビーに染めていきます。で、パッと見いい感じになったかなと思って洗ってみたんですけども、大失敗。思ったより薄くて青かったのと、あと白くしたい毛束が染まっちゃったんですよね。まあ失敗した時は笑っちゃえということで、さっきより長めに染めたので色は割と濃くなっていい感じなんですが、よーく見ると根元が逆プリン。これも大失敗。なんかネイビーのキャラの時だけひたすらミスってる気がするんですが、呪われてんですかね。いいこと思いついちゃったので焼き網を買ってきました。何言ってんのって感じかと思うんですけども、こんな感じでさっきゴムで結んだ毛束を焼き網に固定してあります。こうすると色の境目、染めたいラインが一直線になるので、ここまで液に浸しちゃえばいけるんじゃないかという寸法です。やってみてもう一個メリットがあったんですが、ちょうど鍋に引っかかって手放しでいけるので、長時間このままいけるんですよね。なので色も薄くならない。で、真ん中染まりづらいところはツンツンしながら液に浸してあります。そうすると綺麗にぴったりこの部分だけ染められたので、これで洗っていきます。
あ、そうそう、黄色っぽいウィッグを使った理由なんですが、最初から白でやってしまうとシャンプー中に色移って濃くなっちゃうんですよね。なので黄色いウィッグを使うとその色が移っても補色で黄色みだけ消えて白くなるということで、黄色いウィッグから使っていたところです。カラー終わるとこんな感じです。続いてカットをしていきます。もものつむじはアイナナキャラにしては普通ですね。ちょっと左にずれてるだけなので、アイロンで根元に熱を当てて毛の流れを少し変えておきます。髪型自体はマッシュベースのレイヤーという形になるかと思いますので、だいたい耳が隠れるくらいのラインで一度マッシュを作っていきます。仕上がりの長さは耳半分隠れてるくらいの長さになるので、軽くしたりアイロンで形をつけたりすると上に上がってしまうので、その分考えて少し長めに切ってやります。後ろの方は気持ち長めに残してウエイトを下げておくといい感じになるかなと思います。マッシュの部分にレイヤーを入れていきます。45度よりは持ち上げた状態でそのまま全体をぐるっと段を入れてカットしていきます。段を入れると下のこの白いのが少し見えてくるようになると思います。それで OK です。襟足もカットしていきます。襟足に関しては結構短めにしちゃって大丈夫かなと思います。これ喋ってるの夜中の1時なので、もう口が全然回っておりませんが、ご了承ください。前髪はラウンドに切っていきます。こんな感じで少し丸いカットラインを作りたいので、真ん中短く切ってそれに合わせて斜めに引いて切っていくと前髪がラウンドで切ることができます。一番下の白い毛を削りすぎないように気をつけて前髪にも段を入れていきます。ちゃんと段が入ると一番下にスッと白いラインが出てくると思います。ももの髪色をきれいに出すためにはかなり正確に段を入れなければいけないということが発覚したので、しっかりレイヤーを切っていきます。つむじの部分が一番短くなりますので、まずここを一箇所短くして、さっきのマッシュのラインをすべてつなぐようにしっかりと持ち上げて段を入れていきます。そうするとこんな感じでレッサーパンダみたいに模様が出てくると思うので、これで OK です。ベースが切り終わったら毛量と質感をきれいに調節しておきます。これでカットが終わりです。ストレートアイロンを使って形を作っていきます。温度は150度に設定してあります。まずはじめに全体をゆるーく内巻きにしていきます。最初から外羽を混ぜて作っていってももちろん大丈夫なんですが、いろんなところに色が入っている分ちょっとイメージがしづらいんですよね、このままだと。なので内巻きにして少しももちゃんっぽさを上げた状態から毛束を動かしていくといいかなと思います。前髪内側の長さを仕上がりの長さに整えておきます。多分本当は全ての毛束の毛先が白いんだと思うんですけれども、いかんせん3次元だと難しいので、下の毛束、白い毛束よりも少し短い状態でネイビーの毛束を作っていくことでそれを表現してみようと思います。なので白い毛束と紺の毛束両方一緒にカールをつけて、その後に上のネイビーの毛束だけ同じ形の一回り小さい状態で切っていくという作業をしていきます。正直これも難しいとは思うんですが、カラーに比べたらもう全然ハッピーでしたね。毛束は外跳ねしたり前に向いたり後ろに向いたり結構ランダムに動いてはいるんですが、バランスを見ながらカールをつけていくと、もう巻くだけでだいぶももちゃんっぽさが出てきましたね。最後スタイリング剤をつけていきます。今回毛先だけスタイリング剤をつけるので、いつもより強めのスタイリング剤を使ってます。襟足に関しては全体的に揉み込んじゃって大丈夫なので、しっかりめに
ちょっともふっとした感じを作っていきます。他の毛束に関してですが、毛束ごとに触って白い部分とネイビーの部分がちゃんとバランスよく見えるように作っていきます。ここまでのカラーとカットとアイロンができていればおそらく大丈夫なんですが、ネイビーの毛束の縁取りが白くなるような毛束の動かし方をしてセットしていきます。これができるとかなりももちゃんっぽくなってくるんじゃないかなと思います。こんな感じですね。外側が白くなるようにしてあります。バランスよく整えたら全体にスプレーをして、これで完成です。はい、ということでリバーレのももの髪型がこれで完成です。さっきのブロッキングを使ったら地毛でもできるんじゃないかなと思います。白いところをブリーチ何回もしなきゃいけないので、かなりハードなメニューにはなってしまいますが、12月はユキさんを作ります。ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録してまた見に来てください。それでは